ロシア国営タス通信などが報じているところによると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が9月5日に開始された国防省幹部や、ロシア軍関係者との電話会議において、ウクライナ軍が6月初旬から展開している反転攻勢作戦のうち、南部ザポリージャ州一帯での展開に対して発言しており、最も緊迫した状況がザポリージャ方面で続いているとしているんだ。アメリカのカービー戦略広報調整官は1日、南部ザポリージャ州での戦闘について触れ、この地域のウクライナ軍ではこれまでの72時間で、注目すべき進展があったと明らかにしており、ウクライナのマヤル国防次官もまた1日に、地元テレビのインタビューに答えて、南部ザポリージャ州の一部では、ロシア軍が構築している三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインを突破したと述べたぜ。またウクライナのゼレンスキー大統領は2日、やはり南部ザポリージャ州においてはウクライナ軍が前進し続けていると述べ、6月に始まった反転攻勢においては、これまでに一定の成果が出ていることを強調したな。うんうん。さて今回はウクライナが南部ザポリージャにて第二防衛ラインに到達した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのカービー戦略広報調整官やウクライナ側が、相次いでロシア軍の第一防衛ラインを突破したと伝えていることに対して、ロシア側の然るべき筋からザポリージャ州での戦況が緊迫していると発信されたのは初めてで、ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢に危機感を抱いていることを示唆する発言だとされているよ。しかしながら、ロシアのショイグ国防省は会議の中で、反攻開始から3ヶ月間が経過したが、ウクライナ軍は目的を全く達成できておらず、西側諸国から軍事支援を受け続けるために成功していることを誇示していると主張したぜ。そして、現時点で最も激しい戦闘が行われているのはウクライナが西側諸国からの支援によって訓練を受けた予備的兵力を投入している。南部ザポリージャ州方面だと説明し、その一方で東部ハルキウ州のクピャンスク攻略を視野に入れて、攻勢に出ている東部戦線のロシア軍部隊が前進していることを強調したな。その上で、ショイグ国防省はウクライナ軍は6月の大規模反転攻勢作戦を開始して以来、これまでに6万6000人以上の兵員と7600以上の戦車などの戦闘車両を失ったとして、ウクライナによる反転攻勢作戦は失敗していると指摘したことをインタファクス通信が5日に報じたみたい。ウクライナの国営通信によると、ウクライナ軍報道官はロシア軍がメリトポリ方面の戦線において構築した防衛ラインは30で、2023年春から初夏にかけて構築されその際の指揮を取ったのが総司令官を更迭されていた、セルゲイ・スロビキン上級大将であることからスロビキンラインとも呼ばれているね。ロシア軍は工兵部隊と民間請負業者を使って U の派とも呼ばれているコンクリート製の対戦車障害物をばらまき、幾重にも連なる塹壕を掘り、その上で防衛ラインの外側には、広大な地雷原を設けて高密度に何十万個という地雷を埋めたとされているんだ。反転攻勢作戦におけるウクライナ軍は、進軍速度が遅いことを西側諸国からも指摘されていたが、おそらくは広大にかつ濃密に設置された地雷原に悩まされていたものとみられ、この第一防衛ラインを突破したことによって、進撃速度が上がりつつあるのではないかと見られているな。これまでウクライナ軍が把握している防衛ラインに配置されているロシア軍の戦力配分の割合では、第一防衛ラインに60を配置し、第二防衛ラインと第三防衛ラインにそれぞれ20ずつと見られる、との見方を示していて、第二防衛ラインについては一番外側の第一防衛ラインと比べれば技術的にそれほど強固なものではなく、地雷原での地雷密度は低く数そのものも少ないというよ。ウクライナ軍の進軍状況についてアメリカのシンクタンク戦争研究所が、インターネットや SNS で公開されている動画や画像を分析したところによると、ここに来てウクライナ軍はメリトポリ方面への進軍が、加速していることが明らかになっていることを指摘して、ウクライナ軍が戦術的に進展しているとしているんだ。この分析を裏付けるかのように第一防衛ラインを突破したウクライナ軍は、トクマクの北にある要衝の集落、ロボティネを奪還した上で、
さらにその南にあるノボプロコピウカと東にあるベルボベの奪還を狙う動きが見られ、これまでとは異なる速い進軍スピードを見せていて、これを阻止するためにロシア軍ではメリトポリ方面の交通の拠点で、防衛上の要衝であるトクマクに、東部戦線における強力な予備戦力として、温存していたと見られる空挺師団を移動させて最前線に投入したことが伝えられたぜ。これについて、ロシアのショイグ国防相が南部ザポリージャ州ではウクライナ軍の反転攻勢が失敗し、東部ハルキウ州ではロシア軍が攻勢に出ているとする発言とは矛盾する配置であると指摘する声が上がっているな。この予備戦力とされている部隊はロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団と見られていて、予備戦力とはいえ精鋭と言われるロシア空挺軍の中でも精鋭中の精鋭とされている師団で、3個空中機動連隊を中心として1個戦車大隊に1個防空連隊などによって編成されているんだ。アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所では、第76新鋭空挺師団はおそらく現在の、ロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の地上軍部隊と比較して消耗が少ないと見られている、と述べていて、ロシア軍の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であると述べているが、実のところ同師団はこれまでにウクライナでの戦闘に参加しているため無傷で温存されていた予備戦力というわけではないみたい。第76新鋭空挺師団は、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、そのほとんどの期間において最前線に配置されていて、戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウを占領しようと、ベラルーシから侵入した軍団に配属されていてキーウ攻略戦に参加しており、作戦失敗後に明らかにされた、キーウ近郊ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与していたことが伝えられているね。4月にロシア軍がキーウ占領を諦め、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有新型の、T90 戦車に T72 戦車の最新改修型や BMP に、BMD などの歩兵戦闘車と共に東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月には、南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施して、ヘルソン州奪還を狙っているとの陽動作戦に、見事に引っかかったロシア軍上層部によってヘルソン州に移動させられるなど、ウクライナ各地を転戦していたよ。その陽動作戦の成功によってウクライナ軍は、手薄になっていた東部戦線においてハルキウ州の非占領地の、ほとんどを奪還した上に、ヘルソン州においてもロシア軍の後方兵站を長射程の GPS 誘導ロケット弾によって、叩いたことによってヘルソン州のドニプロ川西岸からロシア軍を撤退させて奪還解放したことは記憶に新しいよな。ただ、劣勢となっていたヘルソン州の他のロシア正規軍部隊とは違い、ヘルソン州における、第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えていて、ウクライナ第35海兵旅団が、大損害を受けたことなどが報告されており、それらの戦いぶりから精鋭と評価されていたのであるが、2023年6月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートから撤退する際に、交代する部隊としてバフムート近郊に配備されたものの、予備戦力として後方に下がって消耗した部隊の戦力補充と再編成などを実施していたと見られていたぜ。今回この強力な予備戦力を東部戦線から引き抜いたことで、ショイグ国防相が、攻勢に出ているとしたハルキウ州の戦線にも影響が出るとの見方があるほか、盛況とされながらも動員された予備役と、旧式の戦車などの戦闘車両で編成されたこの師団の戦力を疑問視する声も上がっていて、ウクライナ軍が第二防衛ラインも突破する可能性が高いとする見方が出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。